はいはい、どうも。本日も、美食探偵の感想を上げていきたいと思います。いよいよ来週は僕も、美食探偵ね、僕一瞬ですけど来週出てますんで、ぜひぜひ、お見逃しなくという形で。美食探偵もいよいよ折り返しですかね。もうだいぶ折り返しに近い感じになってきました。当初のね、なんか予想してたドラマ展開よりも実にですね、サスペンスルでホラーな寄りになってきたので、本当にこれは僕はそっちの方の系統が好きなので実に嬉しい傾向にありますね。美食探偵予想の斜め上を行ってて、小芝風花さんのですね、あのコメディエンヌな感じも、中村さんのね、あのクールな感じも、北村幸也さんのですね、素晴らしい演技も、すべてすべて、もう小池さんも武田さんも志田さんもすんごい素晴らしいです。予想の斜め上を行った感じでですね、非常に楽しく見ています。ここで、第5話かな、レビューをしたいと思うんですけども、非常に満足度の高いドラマです。裏メニューも含めまして、連続ドラマ性としての連続性がですね、あの実に積み重なってきましたね。実は本当なんだろうな、パッケージだけ見ると1話完結ものに見えるんですけども、実はそんな全然そんなことはなく、連続ドラマとしての連続性が高まってきたのプラス、やっぱ時間帯がね、夜10時半っていうこともあって、で結構挑戦的な演出が多いですよね。今回もあの毒殺カレーとかもう実に挑戦的で、小学校の集団殺人を狙うとか、もう本当深夜しかできないことを十二分に生かしてやってる感じがします。それはすごいいいことだと思います。最近のドラマはね、結構臆病な演出が多いので、こういう攻めの演出は本当実に素晴らしいと思いますね。で、まあ、今回ですね、冒頭のシーン、シットコムみたいな、探偵事務所の中でのシーンだったんですけども、まあ、ロケに頼らず実に素晴らしい照明とですね、照明が素晴らしかったです。冒頭のコメディ寄りの演技を皆さんされていて、限られた空間の中での演技だったんですけども、でも探偵事務所の中の照明がね、照明とカメラワークが本当に素晴らしくて、やっぱりこういうところって結構ね、普段ただドラマ見てる人って気づきにくいところだと思うんですけども、やっぱりこの照明とカメラワークが素晴らしいっていうことでですね、結構豊かなドラマ、うん、見ていて豊かな気持ちになれるドラマ、自然とね、別に狙ったわけでもなく豊かになれるし、やっぱ、ね、シートコムみたいに本当に良質な演技を見せてくれるので、冒頭、今回の冒頭の探偵事務所のシーンはね、本当に素晴らしかったと思うんですよね。ぜひあの Hulu でもう一回見れるんで、お時間ある方はあのそこのシーンだけでもあの再見していただければと思うんですけども、本当にいい冒頭でした。はい、やっぱりロケだけがドラマではないなっていう感じはしますよね、こういうところで、うん。でやっぱり実力が入る俳優は本当に面白いですし、北村幸也さんはね、本当毎回毎回同じような演技ではないんですよね。やっぱ一貫性があって毎回違うことをやってるっていうのは、やっぱ本当に素晴らしいことだと思います。はい、北村幸也さんの奥さん役で奥山芳恵さんが出てましたね。奥山芳恵さん、僕本当懐かしいんですけど、奥山芳恵さんの世代なんで、本当久しぶりにねテレビドラマで見れて本当に嬉しいんですけども、奥山芳恵さん全然老けてなかったですね。まあ実にいい、あの素晴らしいお母さん役でした。今回は学校のいじめ、給食ハラスメント的な学校のいじめ、そしてあの担任の無関心というか、担任から発生したいじめみたいなのが若干テーマになっていったんですけども、あそこは僕見ててもですね、なんかこうノンフィクションに感じなくて、これ実際いろんな学校で、日本全国いろんな学校でこういうことってあるんだろうなみたいなノンフィクションな感じがして、あのちょっと本当に若干で見てて辛かったんですけど、まあ、やっぱ子供がいる身なのでやっぱ若干辛かったんですが、ああいうことってね本当にあるんだろうなみたいな気持ちにさせられました。やっぱ今回はねドラマなので、まあ極端な表現だったりするんですけど、やっぱりねああいうことって、まあ、小学生なかなか声を出せない小学生も多いと思いますよね、うん、なんていうかな、担任先生のあのあまあ よろしくない態度というか、そういうのがちょっと感じつつも、その次のシーンからですね、マリアさんの登場で一気にフィクショナリーな世界に投入するということですね。まあ、マリアさんが登場するとですね、画面上が一気に、まあ、漫画原作っていうこともあるんですけども、まあ、極端な世界観に引っ張られますよね。そういう極端な世界観に引っ張り込むっていう意味でも、小池栄子さんが登場っていうのはそういう意味でも絵に力がありますし、ここがやっぱそういうところで場をさらっていくでもないですけど、そのドラマの話をさらっていくっていう点でも小池栄子さんでやっぱりプロの女優感がすごいなと思います。もう出てきただけでガッと世界がガッと変わってきますもんね。そういうところがこのドラマの楽しみであり、まあ、そのシーンシチュエーションにおいて引っ張る人が的確な演技と的確な表情で引っ張ってくれるんで、
っぱね、こうパシパシパシとこう見てて楽しいです、ああいう風なドラマ、うん、さらにですね、まあ登場する上でですね、マリアファミリーの武田真治さんと志田未来さん、もうね、マリアファミリー何の違和感もないですよね。もう出てくるだけで楽しくなりました。マリアファミリーの方がこう人気がやっぱあるんじゃないかと思うぐらいですね、やっぱ対立構造っていうのが明確になってくると、いやがおうにもこちら見てるこちらがもう楽しくなってきますよね。探偵の中村智也さんと、小芝風花さんと、まあ、あのちょっと横にですね、北村ゆきやさんがいらっしゃって、まあ、今までね、助手が小芝風花さんだけだったのが、今回からもう富田さんも完璧に、探偵の助手として一役を担っているっていう状態になってきましたよね。やっぱりこの対立構造ができた上で見ていると、やっぱり対立構造って分かりやすいんで、非常にこちらも見てるこちらも引き込まれますよね。志田未来さんってこんなに悪い役だったっけっていうぐらい、いきなり今回から悪くなってきましたけど、まあ、そこはね、漫画原作というのもありますが、まあんぐらいじゃないとこちらもね、なかなかちょっと中途半端な感じだと、こちらもね、どうしたんだろう、実際どうなんだろうみたいな余計な邪推が入るんで、志田未来さんは完全にマリアファミリーということで、こんぐらいですね、対立構造が出るとドラマとしても非常に面白い構図になってくるということですね。これも本当素晴らしい、うん、まあ、内容的にね、さっきも言いましたけど、毒殺カレーとかね、集団殺人とか、あと前回の死体バラバラ息もそうなんですけども、結構ね、このドラマギリギリの表現が多いんですけど、やっぱりラストでね、すっきり見せてくれるラストの展開、今回もそうなんですけども、ラストの展開が実に計算されていて、このラストの展開に向かってですね、ずっと向かっていく、この残虐表現とか、ちょっと見てて辛い表現とかもラストの展開で全て報われるという流れになっているので、実に面白い脚本構造で僕らも引き込まれているので、もう本当にね、ある種爽快感を毎回持てますよね。ラストに爽快的なラストに向かって結構残虐シーンが積み重なる。まあ前回のね、まあ、自殺で終わっちゃうんで、前回の爽快感、まあでもただまるっと事件は収まる感じは、ある種爽快感のラストがありますよね。まあただ、あの犯人は捕まらないので、毎回犯人は捕まらないので、そこで積み重なっていく、今回のマリアファミリーは捕まらなかったので、次回はどうなるかっていうことになりますけども、まあ、今回に関してはですね、親子者のっていうこともあって、僕も実際子を持つ親なのでですね、まあ、年のせいかね、実にこう弱くなってしまいますよね、内容に関しましては。で、Hulu の裏メニューもがっちり親子者の話だったんですけど、まあ、あの Hulu の裏メニューはですね、別の意味で、今回の話とは関係ない意味で、これオペラ座の怪人じゃんみたいな、顔がオペラ座の怪人じゃんみたいなのがあるので、ここは別の意味で楽しめるかと思います。はい、まあ積み重ねて折り返し視点に入ってきました美食探偵ですけども、まあ、この時期にね、普通に放送されている貴重なドラマとして非常に面白いかと思いますので、いよいよ来週は僕一瞬ですけど来週出てますんで、美食探偵ね、ぜひぜひ一瞬ですけど出てますんで、お見逃しなくという形で、宣伝していこうと思います。こちらのチャンネルはドラマの感想ですとか、特撮ドラマ の感想ですとか、明日に役立つ映画の見方ですとかね、そういうことを解説しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。